二人をここへ。ヒロギクラス。うまい。元ヤスだ。助けて。王にまで手かせを。それでは始めましょうか。愚かな王輩と第一王女の弾劾裁判を。女王よ、何故このような暴挙に出るのだ。お前らしくはない。まさかお前も盾の悪魔に洗脳されて。盾の勇者様にそのような能力はありません。ママひどいわ、こんなのあんまりよ。何なの。裁判の公正を期すため一時的に奴隷門を刻みます。ママやめて。ママ Es nicht in der Bunkeranlage。そこからか。この度の一連の事件、偽りの性武器を所持し世界の救世主である死聖勇者の抹殺を目論んだ三遊教教皇はその場で討ち取りました。忌まわしいことに王と第一王女も三遊教と結託していたのです。これについて何か反論は。三遊教と結託なんてするわけ。王位継承権1位のメルティを暗殺し、その罪を盾の勇者様にかぶせようとしたことは。だからそんなのやだ。ああああ、マルティ、それは本当か。違うのよパパ、私は。あなたは三遊教と共謀しメルティを亡き者にして継承権1位の座に就こうとした。違いますか。メルティは私の可愛い妹よ。違うに決まって。また三遊教と示し合わせ、私が不在の間に死聖勇者を一度に召喚した。それに盾は我が娘に対し犯してはならぬ禁忌を。そうだ、ナオフミはマインを襲ったんだぞ。ではマルティに聞きます。あなたは盾の勇者様に襲われたのですか。そうよ、私は盾の悪魔に侵されそうに。はい、ガン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 。よし、マイン、君はあの夜、ナオフミに襲われて、俺の助けを求めに来た。そうだよな。そうよ、私はすごく怖くて、元康様にうっす。考えてみりゃ、そうか。そこまでして盾の勇者を。これでお分かりになったでしょう。この者たちが王族という身分でありながら、いかに卑しく汚い手を使い、何ら実績を示すこともなく、対立する者たちを貶め、己がためだけに権力を手に入れようとしていたか。違う、私は。判決を言い渡します。オルト・クレイ・メルロ・マルク32世およびマルティ・メルロ・マルクは大逆罪、国家反逆共謀罪によりその王位を剥奪、しかる後に死刑に処す。刑の執行は即日、今この時。滞在人たちの最後を我が国民に見せしめるのです。これより滞在人を斬首刑に処す。国を、国民を欺いた者は万死に値する。待て、そんな奴らには死刑って生ぬる。ドレーモンも反応しなかった。散々貶めてきた相手に本気で命乞いをするような面の皮の厚い奴らだ。だから俺から提案だ。王はこれからクズ、第一王女はビッチと名前を改めろ。ビッチですって。じゃあビッチの冒険者名は。アバズレだ。よって以降はオルト・クレイ王をクズ、マルティ王女をビッチ、冒険者名をアバズレと改名させます。 Mein Führer, wenn es in Berlin zur Schlacht kommt, wir werden kämpfen bis zum letzten Mann. Ich verstehe Ihre Bedenken, Monke. Aber wir müssen auch da eiskalt sein. Wir können jetzt keine Rücksicht auf sogenannte Zivilisten nehmen.